サイダのコイン。裏には、アスタルトが描かれている。ユリア・マイサは、古代ローマの人物。ローマ皇帝、セプティミウス・セウェルスの妃ユリアドムナの姉。孫には、ヘリオガバルスとアレクサンデル・セウェルスがいる。これら孫を行為につけ、それを操る形で牽制を振るった。エルガバルの新官、ユリウス・バッシアノスの娘として生まれた。ユリウス・アビトゥスと結婚し、以下の二条を設けた。 218年に、娘ユリア・ソアエミアスの愛人、ガンニュスにより14歳の孫、ヘリオガバルスが皇帝位につけられると、ユリア・ソアエミアスと共に権力を握った。ヘリオガバルスが222年に暗殺されると、前年にヘリオガバルスの養子となっていた、もう一人の孫、アレクサンデル・セウェルスが皇帝とされ、引き続きユリア・マエサは、アレクサンデル・セウェルスの母ユリア・ママヤと共に実験を、 握った224年にユリア・マイサは死去し、その後はユリア・ママヤが単独で政治を行った。マエサの血筋はヘリオガバルス、アレクサンデル・セウェルスに子女がなかったことから、235年のアレクサンデル・セウェルスの死によって断絶。セウェルス長によるローマ帝国支配も終焉を迎え、ローマ帝国は半世紀にわたる、 軍人皇帝時代という内遊外観の混乱期に突入する。ありがとうございます。